非常に食欲をそそりますんで。どうも料理のおじさん、リュウジです。はい、ということですね、今回はですね、ほら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 、いちびきさんの中から鍋スープですね。はい、今回ね、3番を使います。はい、鍋スープなんですけども、今夏じゃないですか。夏に皆さん鍋食べますか？あんまり食べないですよね。っていうところで、夏にこそ食べたい鍋っていうのが僕あると思うんですよ。で、今回はですね、赤から鍋スープ、これね、そもそもがめちゃめちゃうまいスープなんですよ。はい、これを使ってしゃぶしゃぶやります。しゃぶしゃぶは皆さん結構あったかくなっても食べるでしょ。お野菜もお肉もね、たっぷり取れるんで、栄養価も高いレシピになりますので、ちょっと面白いレシピなんで、今からやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料説明いきたいと思います。とまずしゃぶしゃぶなのでお肉ですね。はい、今回豚ロースを使います。まあ、ただね、これあのお好きなお肉でもいいです。あのバラの薄切りでもいいですし、薄切りにしたあのなんか鶏胸肉とかでも美味しいです。どのお肉でも、美味しく、作ることができるんですけども、豚肉の薄切りが一番ポピュラーだと思います。はい、であと、お野菜ですね、夏っぽい、水菜用意しました。であと人参ですね、1本分、うん、でえのきが1袋で、長ネギが大体1本分ですよ、これね。であとニンニクが、4かけ。やっぱ夏はね、スタミナつけていきたいんで、ニンニクはね、がっつり使っていきます。で、一番大事なのがこちらの赤から鍋スープ。ここにあの僕がね、映ってますね、憎たらしい感じ。今回のレシピなんですけども、なんとね、このパッケージの裏に記載がありますんで、もし分かんなくなっちゃったなと思ったら、もう裏見れば全部載ってますんで、これ見てください。これ見ればもう大体作れる。それぐらいね、簡単な作り方なんで、まあ、今回はね、ちょっとね、あの食べ方も合わせて、紹介したいと思いますんで、料理をこれから作っていきます。じゃあですね、今回作らさせていただくのは夏の鍋なんですね。はい、夏のしゃぶしゃぶ、これを作る上で何が重要かっていうとですね、これに合わせていくのはやっぱり夏に飲みたい飲み物ですね。で、夏といえばこれでしょう。夏といえばこれね、パンスよね。はい、それでいきます。こちらでですね、夏の赤しゃぶしゃぶに一番合うドリンク、夏のハイボールができました。ということで飲んでいきたいと思います。もうね、早く作って飲みたいっていう気分になってきました。じゃあこれからお料理を作っていきますんで、やっていきたいと思います。そしたらですね、お野菜もうまずね、切っていっちゃいたいと思います。まずね、えのきなんですけども、まあ、この辺りね、切ってください。で、ほぐすんですけども、ほぐす時ね、こうやってこの下の方をね、こう包丁でね、切っていくとね、結構すぐほぐれますんで。で、こうなったらちょっとね、これだとね、あの長いんですよ。だから半分くらいに切ってあげてください。もうね、切ったらフライパンに置いちゃってください。そうすれば洗い物も少ないですからね。まあ、ここら辺は最後に手で軽く崩してね、やってください。そしたら水菜です。で、これ、芯の部分はこんな感じで、落としちゃいます。またこれも、お肉に巻いて食べるので、ちょっとね、長さがあった方がいいです。これぐらいの長さですね。だいたいまあこのぐらい。はい、まあ、もう人で大丈夫です。もうね、こっちに入れていくと。そしたら今度は人参です。ある方はね、千切りスライサーとかでガーってやると楽です。はい、人参はね、斜めにこうやって切るんですね。斜めに。で、皮はね、剥かないでいいです。はい、皮はね、千切りにすると食感全く気にならなくなるんで、むしろ剥かないでください。はい、こんな感じですね。でもね、このね、お野菜を千切りにするっていうのはね、ぜひやっていただきたいポイントですね。はい、そしたらこうやって並べて、切っていくと全部千切りになりますからね、これね。はい、結構ね、雑に並べてもパラパラっと、いい感じの千切りになりました。そしたらまたここに乗せていく感じですね。で、最後おネギです。こう真ん中で割っちゃうんです、一回ね。真ん中で割っちゃって、こうやって斜めに切るとすぐ千切りになります、これ。はい、こんな感じですね。はい、バラバラっとね。はい、で、ニンニクですね。まあ、ニンニクも
まあ、潰してですね、はい、まあ、1回全部このね、おけつだけ切り落としちゃいましょうか。で、これを潰したやつはどうするかっていうと、これもね、ちょっとね、こんな感じで千切りしてあげてください。縦にスライスみたいな感じですね、はい、こうすると、ね、すごくニンニクの香りが出ますんで、はい、ニンニクはね、たっぷり入れた方がね、スタミナもつきますんで、じゃあこちらですね、 ここにね、お野菜と一緒に、はい、そしてもうたっぷり、ね、お野菜入りましたね。でこれでね、軽くなんか見栄えがいいようにこう全体的に混ぜるというかね、はい、こんな感じですね。じゃあ次の工程いきましょうか。もうね、コンロ用意しました。注いで、煮て完成ですよ、これ。これね、赤から鍋、これね、ちょっと振っていただく。ね、下にね、美味しいところがね、沈んでますので、これをね、こう振っていただいて、そしたら、これ切り口に沿って、切っていただいて。じゃあですね、これを、大体中火ですね。ちょっと強めの中火にかけていきます。はい。で、これね、お野菜が柔らかくなったら完成なんですよ。だいたいどれぐらいかな、10分ぐらいだと思います。じゃあね、ちょっと強めの中火で、煮ていきます。はい、ということで煮込みました。だいたい10分ぐらいですね。目安としては人参がね、一番硬いので、人参が柔らかくなったらですね、もうね、火はね、弱火にしちゃって大丈夫です。 で最後に煎りごま、これね、煎りごまはね、ひねりながらかけてください。ちょっとね、ごまの香りが乗ると非常に食欲をそそりますんで、はい、めちゃめちゃ簡単に作りましたが、こちらで赤からしゃぶしゃぶ完成でございます。はい、それでは食べていきたいと思います。いただきます。くー、じゃあちょっとこうやってお肉で野菜をたっぷり巻いてください。これがうまいんです。はい、皆さん、いただきます。いただきます。うん、うまっ。これ多分ね、最高傑作だと思います。これはマジでうまいです。赤からの鍋スープって結構パンチの効いた味するんで、この千切り野菜が本当にね、これね、10分しか煮てないんですよ。10分しか煮てないのに、ものすごくスープの味が移ってて、めちゃめちゃ美味しい。じゃあね、今回ね、このままでもものすごく美味しいんですけども、これね、もっと美味しい食べ方がある。このレシピをやっていただいた方から投稿がありまして、生卵をつけてもめっちゃ美味しかったですって言っていただいたんで、その食べ方やってみたいと思います、はい、で、これをちょっとつけて、で、このこんな感じですねこれちょっと卵あっていいな。皆さん、生卵用意した方がいいですけど、ちょっと辛さが苦手だなっていう方も、生卵つけたらすっごくまろやかになるんで美味しいと思います。これ本当美味しい。ということで、せっかくのお鍋なんで、サフチャンス。じゃあ夏の鍋に乾杯。乾杯。じゃあいただきます。うまっ。超うまくね。めちゃめちゃうまいよね。これうまいよね。これいいっすね。そう、ちょっとさ、生卵やって、生卵をぶらせてもちょうどいい感じになりますね。薄まらないというか、なんかすごくなんか味的にちょっと甘みもあるし、すき焼きじゃないんだけど、ちょっとそっち系の味もするんで、このね、甘さが卵とめっちゃ合うんだよね。これいい。ちょっとちょっと締めのあれがあるんで、はい、締めも食べて。あ、わかりました。今用意するから。ありがとうございます。締めに行きたいと思います。はい、はい、で、今回の締めはもう夏ならでは、冷やしたそうめん、これですよ。こいつを、ね、こうやってくぐらして、じゃあいただきます。うまっ。そうめんめっちゃ甘い。そうめんだからつるっといけちゃうんですよね。汁は熱いんだけど、麺は冷たいから、もう吸い上げた瞬間にもうちょうどいい温度になってる。雑炊とかだとやっぱ熱々になっちゃって夏は食べにくいんだけど、冷たく冷やしたそうめん、これいいっす
ね。これやばいでしょ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。もう一杯全部飲んだね、これね。相当うまかったもんね。ということで皆さん、夏の赤しゃぶしゃぶいかがでしたでしょうか、ね、夏のハイボールが空になるというちょっと非常事態になってしまいましたけども、ちょっとお世辞抜きでうまいです。本当に生卵の味変も締めの冷たいそうめんもね、絶対やってほしい。そこまで全部通して完成された、レシピです。僕の顔がちょっと鬱陶しいですけど、描かれたこの赤から鍋スープ3番ですからね、皆さんね、3番を使っていただいて、ぜひ僕と一緒にですね、この夏の鍋ぜひ試してみてください。